はい、ちょっとアコギの話がいろいろ出てきたので、低価格帯でもっとなんかないかなと思って、今パッと頭に浮かんだのがエルマーチンなんですけど、エルマーチンって知ってます？なんか表記で EL マーチンっていうあのマーチンのマーチンではないんですよ。確か昔楽器屋のオリジナルモデルみたいな感じで販売されてたやつだと思うんですけど、古いアコギって結構音がいいんですよね。例えばそのエルマーチンの他にも、ヤマハの古いやつでなんか FG150 とかなんかその辺の番号のやつがあるんですけど、何本か。それも結構音良くて。で、しかもなんかその辺が、例えばなんだろう、ハードオフとか、もしくはヤフオクとかで、1万円もしないで買えたりするんですよね。5000、6000ぐらいとかで。だから結構それがまた音がいいんだけど、ただ大体古いから状態悪いのが多いっす。多いっていうかほとんどかもしんないですね。だその辺もちょっとなんだろう。もし、とにかく安くでいいギターが欲しいっていう人になんかおすすめできるもんがあるかなっていう、そのアコギで。ないかなっていうことをちょっと話そうかなって思いますね。というより、ここ自分のブログがヒットしていくんですね。これ、まあメーカー自体これ珍しいから、なかなかこういうのないっすよね。結構見た目もいいんですよ、これ。これも確かなんか5000円とかで買ったって言ってましたよね。だからこれなんていうか当時のアコギって、多分なんか2万とか3万とかで、しかも、ややハンドメイドみたいな、なんか、話を聞いてるんですけど、多分当時でも3万、4万とかのモデル、ちょっとその辺詳しくわかんないですけど、定価とかは。まあなんかこの EL マーチンって、このマーチ、ここだけ隠したらあのマーチンって、なんか、思っちゃうんですけど、あのマーチンとは別みたいです。別ですね。当時って、こういう、なんでしょうね、著作権みたいなことってすごい緩いみたいで、実際なんか、フェルナンデスとかもなんか、フェンダーに似せてなんか、フェルナンデスってなんだろう、まあフェンダー、多分知らない人が見たら、これフェンダーって言って間違って買っちゃうとかもあり得るような筆記体っていうのかな、ロゴだったり、あとなんかギブソンになんか似たようなメーカーがなんか、ギブボンじゃないけど、ギボンみたいなメーカーとかもあったりして、明らかになんか、日本、これ楽器に関しては日本がなんかパチモロみたいなものを作ってましたよね。で、これに関して、結構5000円とかで、こう、売ってたりするんすよ。なんだろう、これ、エルマーチンってやると、靴とか出てくるんだ。ギター、他にもいっぱいあるんですね。なんで L が出てくんの？ ああ、L マーチンだから？だから L が来んの？ で、何このヒデモデルの靴？じゃないか。ヒデモデルって言ったらなんかあれっすね。でもなんかヒデモデルっぽいっすよね。うん、ギターはあんまり出てこないんだ。で、結構、なんだろう、見た目が結構良くて、なんだろうな。こう、なんかパッと見て、高そうなギターに見えません？これが結構なんか、なんだろう、よくわかんないなんかリサイクルショップとかに置いてたりするんですよ。最近もこれ見つけたんですよね、ハードオフで。確かなんか7000円か8000円だった気がするんですけど、買えばよかったなって思いますね。結構こういう装飾もちゃんとしっかりしてて、なんだろうな、いわゆるなんか、ジャンク品で転がってるギターには思えない値段で普通になんかそういうリサイクルショップとかに置いてあったりするんですよ。ただし、古いアコギって基本的に状態すごい悪いのが多いんですよね。やっぱりエレキと違って弦が太くて張力強いですから、ネックがすごく順ぞってて、弦、あの、ロッドが限界で、なおかつネックが順ぞってるとか、で、弦をもう張りっぱなしにしてるから、このトップがもう浮き上がっちゃってて、それがもう弦高がめちゃめちゃ高くなってるっていうのが多いから、
直す前提で買っても相当な大工事になっちゃいますから、これ系買うんだったら、状態を確認した方がいいですよね。ただ、物が安いから、例えば5000円でから、ハードオフとかで5000円で買ったらそのまま5000円ですけど、ヤフオクとかでも普通に5000円、6000円ぐらい売ってて、それ買って送料2000円ぐらいでしても7000円、8000円じゃないですか。安いんですよね。で、状態に関しては、まあ、現物見れるんだったらいいですけど、ヤフオクとかだったら現物わかんないじゃないですか。あ、じゃあこれもヤフオクなんだ。あ、ちょっとこれ見てみようか、じゃあ。ああ、これも5000円じゃん、これ。残り6時間。へえ、買おうかな。だこういうふうに、当時のなんか、お宝って、まあ、自分から言わせればお宝なんですけど、この値段でこんないい音が鳴るアコギが買えるんだって思うとお宝なんですけど、ただし状態がめちゃめちゃ悪いのが多いんで、そこは気をつけるか、気をつけるというか、状態見て買うか、もしくはリペア前提で買うかってしないと、この辺の古いアコギっていうのは手を出しづらいですよね。さっきも話しましたけど、リペアで触った時、こんな5000円とかで買ってこんないい音するんすね、みたいな話したんですけど、お客様と。さっき話したヤマハの FG シリーズもそうですけど、当時って、確か、アコギでも、高くても割かし3、4万ぐらいで、なおかつなんかちょっとハンドメイドっぽいような話も聞いてるんですけど、こんだけのものを普通に定額帯で売ってたんだなってびっくりすると思いますよ。まあ今買うんだったら状態を気にする必要はありますけど、これは外見ランク C って言ってもなんか細かいところは書いてる？書いてないか。まあこれ系は気をつけないといけないですよね。状態詳しく書いてないってことは、なんかあるでしょうね、きっと。まあ、博打にはなっちゃいますけど、5000円か、結構、まあ、大体5000円くらい買えるんですけど、これ系のギターって。でもこれ、弾数が少ないから、5000円か。まあ、もし、これらの1万円以下のギターをやめた方がいいとは言ってるんですけど、中古でこの古い1万円以下のアコギは、音だけで言うんだったらおすすめしますね。状態に関してはおすすめできないですけど、まあそんな話っていうか、ちょっとしたちょっと寄り道雑談でした。5000円か、行っちゃおっかな。